アウグスト三世紀の皇、マリア・ヨーゼファ・フォン、エスター・ライヒの肖像が、1755年、ピエトロ・ロータリは、バロック時代のイタリアの画家である。ベローナに生まれ、放浪の人生を送り、ロシアの宮廷のために、宮廷画家をしていたサンクトペテルブルクで死去した。彼は、最初アントニオ・バレストラの弟子だったが、1725年から1727年には、 ベネツィアに移り住んだ。彼は、その後、1728年から1732年には、ローマのフランチェスコ・トレビザに、1731年から1734年には、ナポリのフランチェスコ・ソリメーナの下で働いた。その後彼は、ベローナに戻り、ここでアトリエを開いたが、すぐに、ドレスデン、ウィーン、ミュンヘンで、王族や、 貴族ののパトロンのたた。めにに絵を描くようになった彼は、肖像画家として人気があり、ドレスデンやサンクトペテルブルクで王族の絵を描いた。また、1745年には、ベローラの教会をすっぽだれディサンジャコモに、複数人が登場する、祭壇画フォーマーターズを描いた。ありがとうございます。